Ready？ 大家好，我是六块 Live 的制作人一田，秀灯多多指教。这次是一个月一次的更新的内容的介绍。よろしくお願いします。那今后 我可以会全部都轮吗？というわけでね、12月23日から、クリスマスイベントが始まりますと、まあ、そのクリスマスよりちょっと前なんですけど、ロックマンエクザイルに訪れました初めてのクリスマスということでね、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、まずクリスマスイベントということで、紹介したいところですね、3つあります。まずステージについて3つあります。クリスマスステージのモデルはですね、雪山です。で、雪山にはですね、そのクリスマスのプレゼントであったり、クリスマスツリーだったり、まあ、飾りだったりっていうのがたくさんたくさん新しく用意されています。で、そして、途中で出てくるイレギュラーデータですね、まあ、敵、雑魚敵、これなんかもオリジナルのデザインが施されています。で、さらにですね、このステージ中にはあの X コードステージに出てきた X3 のボスのね、あの凍結された像なんかも配置されてるんで探してみてください。で、そしてですね、このクエスト気をつけてほしいのはですね、床が滑るんですね。スキー、スノーボードもサーッと滑っていくので、はい、ぜひぜひそういうところを注意してください。で、そして、いつものようにこのクエストステージ中にはですね、この映像にもありますね、長靴のようなアイテムが隠されていて、でこれを集めてポイントを貯めて、そして報酬と交換していただくという、そういうステージになっています。で、やっても楽しく、でプレイしても楽しく、で集めて報酬をゲットしていただくという、ステージになってますので、ぜひぜひこのクリスマスステージ楽しんでください。で、そして次は、ユーザーの皆さんが期待しているであろう、シーズナブルイベントにはですね、必ずオリジナルの衣装を着た、キャラクターが登場してましたけども、まあ、今回もいますからね。で、今回は、こっちか、どうぞ。はい、ドン、ね、まあ、この今回はキャラクターが1体と、スキンが1体あります。まずキャラクターは聖夜のレビアタンと言います。で、まずはこの 2D イラストを見てください。まあ、誰もがこのクリスマスサンタのコスチュームを着るんじゃないかと思っていたであろうところを、あえてこういう風にね、ちょっとこう冬のコーディネーションをしたレビアタンをあえて登場させてみましたね。まずこの色が赤色でね、でデザインがちょっとあったかそうな、モコモコとした、ちょっと肩出しながら、うん、この白いセーターで、でさらにこの持ってる槍もね、ちょっとこうクリスマスっぽく施されて、さらにこの靴の部分がこのブーツでね、この赤くて白くてね、で、あとそのこの黒いニーハイという、まあ、このあんまり詳しく説明するとちょっと変な方向になってしまうんですけど、ここもぜひ皆さんゲットしていただいて、ゆっくりと見ていただければと思います。で、そして 3D モデルも、チェックしてみてくださいね。これ毎回毎回演出をこう1からモーション作ってるんですけども、モーションについてもぜひ見ていただきたい。演出のモーションですね、これ出てきた時に通常のレビアタンが雪吹いててドーンこれね、もうこれ聖夜のレビアタンに変身するという、この様をぜひ見てください。これ聖夜のレビアタンです。そのスキルの部分はちょっと今日言えないんですね、うん、スキルの部分はちょっと言えなくてですね、また続報をお待ちください。はい、ぜひ期待していただければと思います。で、そしてもう一体、そしてもう一体はキャラクターじゃなくてスキンですね。はい、これ誰のスキンかと言いますと、こちらフェラムなんですよね。こうスキン変更から選択していただくと見える、この多分 2D イラストっていうのがありますね。はい、どうでしょうこれ、ちょっとこのこちらは先ほどのレビアタンと違いまして、このフェラムの特性特徴というものを生かしたサンタコスチュームになってます。これロックマンシリーズはだいぶ攻めたデザインになってるのではないでしょうか。もちろん監修通っております。これもですね、ぜひ、ゲットしていただいて、このフェラムの別のバージョンをぜひ、楽しんでいただければと思います。はい、でこの2体がですね、クリスマスに限定で登場するキャラクター付きになってますね。ぜひぜひチェックしてください、お願いします。はい、そしてこのクリスマスイベントはですね、12月の23日から1月、来年の1月5日までやってますんで、ぜひぜひプレイしてみてください。そしてですね、毎回このイベントには特別なボスが登場しますが、このクリスマスイベントにも特別なボスが登場しますよ。これはもしかしたらもう皆さん予想できてしまってるかもしれませんね。ただどんな格好をしてるかはぜひぜひ、出会ってみてからのお楽しみになってますので、ぜひチェックしてください。特別なボスが登場します。で、そして毎回、ご意見いただいてます、報酬の部分ですね、
で今回はあのランキング方式がございまして、そのランキングの上位でしかの方しか手に入らないというちょっと特別な報酬も用意しております。なのでぜひぜひ頑張ってこのイベント挑戦してみてください。はい、ボスと報酬の部分ぜひ期待してください。はい、そしてクリスマスの次はですね、新年だと思いますが、こちらもちょっと今はね言えないんですけども、このイベントや、まあ、キャラクターとか武器とかですね、もうもちろん準備しております。まずはクリスマスイベント楽しんでいただいて、その後は新年のイベントが待ってますんで、こちらもぜひぜひ期待してください。そして皆さん、12月の17日、スエリエスチハオは誰の誕生日ですか？そう、ロックマンとロックマン X の誕生日なんですね。おめでとうございます。ロックマンのお誕生日をおめでとうということで、ロックマン X ライブの運営チームからですね、ささやかですが、贈り物をね、ロックマンの誕生日なのにちょっとあげるっていうのはちょっとちぐはぐですけども、これはもうおめでとう、もうみんなでお祝いしようということで、その記念で、毎日ログインしていただいたら、この期間中に、期間というのは12月17日から12月の20、20日ですね、この期間、ログインしていただければ、毎日毎日プレゼントが、記念品のプレゼントがありますので、ぜひぜひ遊んでくださいね。この期間にですね、ロックマン X ダイブの公式 Facebook お誕生日イベント、ソロイベントをやってますんで、 Facebook チェックしてください。はい、そして最後に、今回も皆さんから多く、いただきました質問なんかに答えていきたいと思います。はい、でも今回お答えするのはですね、この質問ですね、こう見ますね、ロックマン X ダイブでは、男キャラよりも女キャラよりの方が多いんじゃないか、そして女キャラの方が強いんじゃないか、強く設定してるんじゃないか、そんな質問です。ありがとうございます皆さん。こちらはですね、まあ、実は、男女の比率っていうのはですね、男キャラの方が、まあ、多いんですよね。まあ、その実際に多かったりするんですけども、まあ、こうプレイしてる時に、いや女の人のキャラの方が毎回毎回新ガチャで出てくるよとか、だからその S キャラに設定されてて女キャラの方が強いんじゃないかっていうのの感覚で、あのユーザーの皆さん思ってると思う、あると思います。でそういうところは、あのそのユーザーさんがそのように期待してくださっているなら、あのプレイヤーさんがそうやってと思うんであれば、まあ、徐々にそういうご意見をいただきまして、徐々にそのような形に修正したいと考えていますが、まずあの私たちが考えているものはですね、あのこのロックマン X ダイブというのは、あの普段あの本編で活躍できていなかったり、プレイヤブルとして登場していなかった、まあ、物語ではもちろん活躍していますけども、プレイヤブルとして操作できなかったキャラクターっていうのにちょっとスポットライトを当てて、こういろんなキャラクターでいろんな対戦ができる、そういうディープログの世界を実現したいということで、実装されています。でその過程の中で、例えばロックマン X とか夏のロックマンとか、まあ、ゼロがなぜ B ランク A ランクで、この女性キャラが S ランクなんだって、そういうところはですね、まずあの B ランクと A ランクに設定させていただいたのは、まず獲得、そうやった馴染みのあるキャラクターたちっていうのはまず獲得しやすくして、でプレイヤーさんにこうより多く遊んでいただくために、大体そういうランクにさせていただいております。でそして女性キャラクターを S キャラに設定しているのは、プレイヤブルでプレイできなかった部分が、実はこんな魅力があったんだ、こんな技を持ってたんだ、こんな技があったらいいなっていうのをですね詰め込んで、で普段こうスポットライト当たってなかった分、操作できなかった分、よりこうスキルなどをこうちょっと豪華にして実装しているという形になってます。ただ決して女性キャラを優遇しているというわけではなく、そういった意図があったわけなんですね。まあ、とはいえですね、これ X も0も、B ランクとか A ランクなんですけども、こう鍛え方、成長のさせ方、プレイのさせ方によってもちろん S キャラに勝つこともできる、ね、もうみんなプレイヤーの皆さんだったらもちろん知ってると思いますけど、まあ、誰が使ってもこう勝てる、誰でもこうどのキャラクターに勝てる、 B が S に勝ったりするような世界になってますんで、その辺もねぜひこのこう練習やこうどんどんプレイしていただいて、スキルを高めていっていければと思っています。はい、でさらにですね、最近、プレイヤーの皆さんお気づきかもしれませんけども、もうダイブ祭のね、限定キャラコピー X からでオメガ、はい、そしてエグゼイベントもですね、ロックマンエグゼ、ブルースエグゼ、そしてフォルテ、こう登場します。これ全部ね男性キャラなんですけども、こういった形でですね、もう本当に女性キャラ多め、男性キャラ多めとかに関わらず、もう順不同で
こんなキャラが出せたらいいなっていうのもどん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 出していきたいと思ってます。なので引き続きプレイヤーの皆さん、もしこんなキャラクター見たいな、ダイナモを出してほしいな、いただきますけども、そういったご意見はもうぜひぜひ引き続きお寄せください。はい、まあ、そのキャラクター出してほしい、こんな武器出してほしい以外にも、もちろんご意見何でもかんでも募集しておりますので、引き続きロックマイスタイプをどうぞよろしくお願いします。はい、12月のですね、このプロデューサーレターはもうこれでおしまいなんですけども、まあ、1月以降また、こうやって毎月毎月月に1回登場して、皆さんの前にこうやってご説明させていただきます。そしてぜひ今後も期待していただきたいのはですね、新機能ですね。例えば、まあ、いろんなちょっと別のところで書かれてるかもしれないですけど、フレンド同士で対戦できるフレンド対戦機能であるとか、まあ他にも、まあ、こんな PVP のルール、まあ、いろんなこうみんなでこうガチャガチャと戦うような新しいシステムとか、また育成システムとか、まあ、主にプレイコンテンツの方ですね、今後どん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 と増やしていければと思っています。まあ、プレイコンテンツ以外にもこんなキャラクター、もしくはロックマン、ロックマン X の世界にはいないような新しいキャラクターとのこの共演なんかもこれからどんどん実現していければと思っています。なのでこれからも、ますますロックマン X ダイブの展開にご期待ください。そして今、プレイしてくださっているプレイヤーさん、そしてまだプレイしていただいていないプレイヤーさん、引き続きこのロックマン X ダイブを楽しんでください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、いい天使ショートでした。ありがとうございました。また来月、バイバーイ。